パンちゃん可愛いですね。可愛いでしょ。パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。おはよう。ポンちゃん、クシャ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 クポンちゃん、はい、ブラシ、すごく優しくすると大丈夫みたいな。そうだね、柔らかいからかな。ねえ、いいね、ポンちゃんね。ポンちゃん気持ちいいね。ポンちゃん向けかもしれんね。落ち着いた。そうでもない。でもブラシすると結構さ、毛がこっちにつくからさ、早めに取った方がいいよ、これ、すぐ。同じブラシで2人ともやるからね。じゃんけん、ポンちゃんのお尻の方についてるかもしれないね。ポンちゃんお尻に毛がついてるよ。あ、本当だ。尻尾が白っぽくなってる。なんか毛羽だった尻尾がほわほわしてる。ポンちゃん結構ね、尻尾に、尻尾とかお尻につくんだよね、ポンポン。あ、来た来た。よいしょ。あれ、あ、よいしょ、よいしょ。取れなかった。パラパラになっちゃった。いや、掃除機かけよう。はい、ジャックのパンちゃん、定位置。さあ、今日は黒犬おじさん勝手に歌うのチャンネルの放送です。じゃねー。あらまあ、ジャン君、パンちゃん、かわいいですね。かわいいでしょ。とても仲良くしてますよ。ねえ。いいね。おやすみ。はい、今日も一日が終わりました。早いね。なんかここにヒーターが、ホットカーペットができてから1日の半分ぐらいはここにいるね。で、静かに寝ててくれるんで嬉しいんですけれども、ちょっとね、だんだんコンピューターが後ろに行くのはあなたのせいですね。さあ、じゃあジャン君の10周年のやつね。を、まだ、あとちょっとなんだよね。これで、もう50分のとこまで来ているので、あと10分ちょっとっていうところ。これを、やり終えてから寝るか、明日にするか、明日にしよう。明日、午前中にでもやります。おやすみ。